この取り締まりの強化は先月28日から30日にかけて豊田市内で合わせて3人が交通事故で亡くなったことを受けて行われましたゴールデンウィーク期間中は行楽地に向かう車などで交通量が増加するため警察は速度超過や脇見運転に注意するよう呼びかけています制限速度一時停止信号等をしっかり守っていただいてです、ね、交通ルルを守って安全運転を心がけていただきたい